じゃあ続いて第2位を切りましょう。第2位、これはですね、うん、大阪の、これも大阪の、大阪のスイートポイントっていうですね、スイートポイント、はい、匂いフェチ専門店です。は？匂いフェチ何で言うんですか？匂いフェチですね。あ、シャンプーとか。いや、違いますね。それはもう、くっさい足の匂いを舐めたり、嗅いだりするっていうお店ですね。ああ、もうシミケン先生クラスだ、これ。シミケン先生、もう全然まだ、まあ、上です、ね。あ、やっぱ上なんだ。上ですね、全然ね。そこでですね、今までもう3人本当にこの人変態だなっていう人に出会ったんですけど。女性に？女性で。そのうちの一人でして。はい。その人、やっぱ見るかにオーダーも変態なんですけど、見た目どんな感じの人ですか？見た目は普通の、まあ、ちょっと OL っぽい女性ですね。黒髪で、なんかまあ清楚な感じ。そうですそうですそうです、うん、そこで、まあ、まず最初にちょっと驚いたのは脇、まあやっぱりニオフェチといえば脇、はい、あ、そうなの、基本なんだ、はい、うん、脇をまあちょっと舐めようと。え、どっちが？キャッツが？僕がですね、うん、思った時に、うん、あの脇毛を2本だけ伸ばしてるんですよ、その女性の方は。なかなか難しいよね、これ。そう、2本だけってすごく難しくないかなと思うんですけど、うん、ちょっと波平の双子のあの頭みたいな感じで、こんな感じになってるんだ。ほう、それが今気合が入ってる方でして、もう盆栽みたいな感じだもんね。盆栽みたいな感じです、うん、そこでもその方はゲロとうんこを食わせることじゃないと興奮しないっていう方なんですよ。ちょっと待って、ちょっと全然わかんない。その見た目普通の清楚系な女の子がゲロをするの？そうですそうですそうです。で、うんこはするよね。じゃないと興奮しないっていう人なんです。うん、じゃあちょっとどうするの？もう帰りたいじゃん。ただ、まあ、せっかくなんで、まあ、ゲロをかけてもらったんですけど。どこに？顔にですね。なぜ？なぜ？どういうこと？向こうがかけたそうにしてたんで。優しいね、キャッツはこういうね、優しいところがあるから、ほんともう陶芸業界にも有名で、優しいキャッツなの。ありがとうございます。で、ゲロ普通ぶっかけられると、おーおー、なかなかそういうのないね。まあ、意外と興奮するんですよね、これ。どっちが？こっちがです。キャッツも、俺は絶対しない。しないですか？まあ、キャッツの、まあ、そういう人によって違うので、そうそう、これあくまで個人的な主観で喋ってますね。で、ちょっと待って、どういうこと？そこも60分これは、そうですね、60分は入店して、いきなりゲロかけていいですかっていう会話の交渉になるの？いやいやいや、もう話の中で、まあ、その前にも顔舐めてもらったりとか。あ、それ気持ちいいんだ。それは気持ちいいですね。猫でも飼ったらいいじゃん。それもうそうそうそうなんです、そうです。そうですね、顔舐めたのプールで溺れたみたいな感じにはなりますね。そんなべっちゃべちゃになっちゃうの？べちゃべちゃになります。へぇ、キャッツはそれが好きなんだね。そうです、そうです。いや、そういうのやっぱ上級者は違うね。え、それさ、入って、ちょっとよくわかんないけど、入って、いきなり顔舐められるの？それって入って、ですね、まあ、ここでですね、まあ、他にもありまして。うんうんうん、聞きたい。ですね、ここでオプションですごいのがありまして。オプションで、飲酒弁当っていうのがあるんです。もう一回言って。みだだな、臭い、臭い弁当です。どういうこと？ワーワード。飲酒弁当。うん。何それ、飲酒弁当って。これですね、お弁当で脇で握ったりしたのを提供してもらうっていう感じですね。おー、ごめん、ちょっとフリーズしちゃった。うん。うん。そうそうそう。それ食べるの、それ。そうなんです、そうなんです。すごいですよね。キャッツそういうの好きなんだ。うわ、まあ、めちゃくちゃ好きってわけじゃないんですけど、一回まあちょっと挑戦してみようかなというところ。ああ、けどまあ向上心があるよね、キャッツは。こうやってなんか常に、
あのトップの AV 男優のそのしめけんさんとご飯を食べに行った時に、あの全然コロナ前ですよね、そのコロナ前のにこうマスクしてて、なで青木さんこのマスク使いますかって言って、はい、あいや別にマスク、まあ、別にご飯今から食べるからマスク必要ないんだけど、はい、いやこのマスクはもう女性の方のこの脇にずっと脇脂をつけてて、それをつけてるともう興奮がずっとやまない、これがたまらないんすよって食事前に言われて、さすがしゅうけいさんバコーンってやるとね、やっぱプラは違うわと思って、違いますね、まあ、そこまで入れてないな、マスクの中になんかそういうなんかシートが入れてるって言ってたら、わかります、わかります、やっぱプラの人はあの人うんこ普通に食うもんね、もううんこ食うのはすごいと思います、やっぱすごいんだ、すごいです、僕も一回チャレンジしたことあるんですよチャレンジしたことあるんですよ、どこで誰の、それまあ、SM 店の女王様なんですけど、やっぱりしみけんさんもやられてますし、まあ、僕も、出てくるところを見るのはまあ、ちいかまでポンしかり興奮するもんですからチャレンジしたんですけど、あ、じゃあ普段青木さん磁気土使われてるじゃないですか、あ、滑らかなね、はい、細かい土、うん、あれのめっちゃ臭い磁気土を飲み込むと思ってください臭くなかったら磁気土俺飲めるいや、これ飲めると思うじゃないですか、意外と飲み込めないんです、あ、ほんと飲み込めないんです、これほんと、なんでしみけん先生ほんとすごいです、だってあの人幼稚園の時から、あの授業を抜け出して誰か女の子がトイレ行った時に、はい、そのトイレ出てきたうんこを食べてたんですって、そうでしょ、しかも書物になってるから、それ書物になってるんですよ、はぁ、やっぱちょっとキャッツまだまだまだですね、甘いのかもしれない、甘いかもしれないですね、まあ、まあね、下より上見れば世界は広しって半田さんも言ってたように、まあ、まだまだ、上を見なきゃいけないですね、いけないね、まだキャッツで、それで第1位は何なの、ここまで来て、今までコスプレ来て、匂いフェチ来て、第1位は、第1位はですね、